はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ファイナルファンタジー4ですね、やっていきましょう。キザールの餌を使ってデブチョコボが出てきました。さあ、これで何かを預けるんですね。よー、なんか妖怪と、お、よかった。これで、そうだね、ポーションを預けませんよ。ポーションはね、ポーションはじりじり使っていくんでね。私結構そのじりじり使うの好きなんでね。ネオンの剣預けましょうか。で、ドワーフのもので、エリクサー多分使わないと思うんですよね。まあこんなもんかな、こんなもんだね。はい、じゃあとりあえずデブジョコボブレン、あ、そうか、これ聞いたね。本当なくなってる？私キャンセルしてないかい？ちゃんと渡してね。よし。さーて、今度は何だい？王の許しある？なら通すと。お？お？おお。ん？地下2階。ラリホ。何なんだろう、よくわかんないね。あ、宝箱か、ここも。バブイルの塔には恐ろしい大きな砲台があると。気をつけて、あ、これバブイルの塔に向かえるんだ。その前に、ちょっとレベルは心もとないんですけどね。あ、こっからバブイルの塔行くのか。はい、コテージ。はい、コテージ。はい、コテージね。なんかこんなにコテージが出てくるとね、ほんとやばいのかなって気がしますね。え、地底のままの強敵油断そうなーと。これ空っぽ？空だね。あれ、でも普通空が何も入ってないって言ってたような気がしちゃうんだけど。そういえばこっちの相手を宝箱見てないね。あ、何も出ないね。何も出ないんだね。さてと、地底のままの強敵油断するなというのは、これがそうなんだろうね。ちょっと覗いて帰りますよ。あら、ドワーフのキッチン。これ勇敢でも、あんたはもっと勇敢と。ひらがなで書くとね、長官勇敢の方の勇敢って思っちゃうんですよね。バブルにはゴルベイドいなくても最強の四天王火のルビカンテがいると。そういや、私は新聞取ってないんですけどね。実家が新聞取ってんですけど、行ったらあれでしたね、もう新聞見たら勇敢ってびっくりするぐらい薄くなってんですね。今ちょっと驚いちゃいましたね。あんた早いな、あんた早い早い。なんかちょっと思い出すわ。あ、なんか、あ、せっかく来たの。戦車隊が巨大砲を引きつけるその隙に潜入するなり、無茶せず危なくなったら引き返すと。無事に帰ってこいと。あ、じゃあちょっと行ってみますかね。せっかくここまで来たんだったら。まだ帰ってこれるんでしょ？に？この壺の餅の壺、この餅の時、ああ、いや、止まらなくてよかった。はい、HPMP が回復しましたね、と。ああ、あそこからこっちに出るのか。おお、なんか強そう。あ、でも一撃だね。お、痛い。あ、でも一撃だね。まあ、相手も攻撃力強いけど、普通にだった相手も無知で。あ、これは大丈夫ね。弱いね。あ、すごい麻痺させれんだ。ダメだね、カインさん。あれ？あ、そうだ、矢は持ってないんだ。いけそうだね。アンセスさんのレベルが上がりましたね。え、カインさんのレベルが上がりました。てか、経験値やっぱりそれ相応に少ないね、思ったより。ちょっとセーブしておきましょう。MP はね、やっぱりリディアさん結構あるね。はい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 。じゃあこっち行ったらどこ行くんだろうっていうのをちょっと試してみたかったんですけどね。あ、なるほど。あ、やばいね、これちょっとイベントが始まったらやばい気がするんですけど。はい、先制攻撃のチャンスね。入った。
乱してんだけどやっつけちゃうんですよね。わいいね。あでもちょっとまずいね。ケアルであげちゃいましょう。これ石化は戦闘中だけですよね。あらまだ強いね。まだでもいけそうな気するんだけどね。はいっと、あそうだ、祈りしてた方がいいね。なんで2回ゴブイシクのコロトカゲってあそうだ、うわ石化にらみがすごい。ジャンプしてる間に石化してどうなるのかな、折ってくるのかな、上から。なことないか。ヤンはレベル上がりましたと。ヤンさんね。でこうなったら大丈夫なんだよね、石化はね。あでもそれなりに痛いね。装備で、ローザさん、右手に、あ、整頓できてないわ、これのや。あれ、整頓しなかったかな。あ、おいて、よいしょ、こうね。はい、ローザさん、右手で、イカズチの矢でいきましょうか。聖なる矢、たんまりなんだね。聖なる矢でいっちゃいましょうか。あでもイカズチ、イカズチでいっちゃおう。どちらかというと攻撃力高いんだね、敵さんね。ちょっと待ってね、これケリでいってどうだろう。どうもねゴブリンっぽく見えるんでね。あゴブリンか、ゴブリンキャップ。はい、ジャンプ行きましょう。おお、あゴブリンだね。そういやオブリビオンのゴブリンってすっごい強いんですけどね。序盤のゴブリン弱いんですけど、ゴブリンのね最初のゴブリンとかなるとねすんごい強いんですよね。素早いしね。あこの本当あれいいね、デーモンスピアでしたっけ。うん、アームドアマル。あ経験値は美味しいんだね。お金が少ないけど、お金が少ないんだね。おお、あこっちは何もないんだね。ちょっと待ってね、一度帰ります。帰ってね、ちょっと戻って、ちょっと一応全部見ておこうと思うんですよね。大体覚えましたね。で、こっち上がって、で、まだ行ってないとこあったでしょう。ですのでね、こっち行ってから、あと外も行ってないとこがあるんで、シロさんがいつ戻ってくるかだね。はい、あ、こうかこうか。あ、なるほどね。こっちは行けないんだね。あ、なるほど。オーバーの入り口があったらこれを行けるとか。で、こっち何？おお、色が違うね、ちょっと。ここは救護室と。ほうほう。ドアフ、体頑丈でもたまに気がすると。グーグーと見てれば治るラリーと。で上に上がると、あでここに戻っていくんだね。なるほどなるほど。でこっちに行っちゃうと、あこっち行っちゃうとまた戻っちゃうのか。一回、あいやいや違うね、違った。なんでこれで王様か、そういうことだね。王の間ということで。
頼むぞ、この城の地下に抜け道への入り口がある支度はできた行くがよいと僕も祈っているぞと。ありがとうございます。じゃあこれでも OK なのかな。ちょっと外も探索してみましょう。セーブもしたいしね。はい、セーブね。テラさん、おい、テラさんもね、お亡くなりになっちゃったんでね。入った。召喚呼んでみよっか。あ、車魔法持ってんだよね。これもアスピルある？ない。アスピルまだないんだね。アスピル持ってないとちょっと辛いね。じゃあ召喚してみますか。タイタアースクエイクか。すっごい来るね。あ、シバさん行ってみよう。あ、もったいないか。あ、もったいないね、これ。なるべくやっつけて。あー、来ちゃった。あ、かわいい、このシュシュバさん。もう何でしたっけ、6とか7とかに来ると、 あれなんですよね、ポリゴンになっちゃうんで、すっごくなんか色っぽかった記憶があるんですけどね、記憶がね。さーってと、じゃちょっとね、うろちょろしてみましょう、周りを。どんな感じかなと。あ、そうだ、あのね、例えばサイトルって地図が見えるんですね、こうやって。知らなかったとか忘れてたね。なんでここだけ、お、いけんのかこれ。ほ、広いね、めちゃくちゃ広いね。アームドママルね、入った。ちょっとこの収録終わったらリリアさんの魔法に並び替えようかな。いやー、なんかファイナルファンタジーでね、一撃も食らわないでノーダメで勝てるとすっごい嬉しい。ドラクエだったら結構当たり前のようにあるんですけどね、ファイナルファンタジー大抵何か食らえますもんね。で、マグマンってことですね。こう普通に殴っていいのかな。祈りましょう。あ、前しなかったね。はい、リディアさんレベル上がりましたね。もう30いっちゃったね、リディアさんも。いっちゃったでしょ。あ、もう皆さん、カインさん32もあるわ。皆さん30で、カインさんも32だね。さっき蹴りで言ったらゴブンさんやられちゃったよね。やっつけたよね。何でしようかな。あ、ちょっとやばいね。蹴られちゃいましょう。ゴブンさん弱いね。たんまりあるんでね、使っちゃいましょう。よいしょ。ああ、そうだ、カインさんいらないんだね。飛んで落ちるたんびにこうね、木とかで帰ってちゃうんで便利だなあ。なんか街とかあったら嬉しいんだけどね。まだいけるんだね。あ、ここはさすがにいけないか。
広いね。さっきね、あっちも行くべきなんでしょうけど、ちょっとここ見たかったんですよね。こんなに広いとは思わなかったけど。あ、バックアタック、逃げなきゃ。あ、逃げた。これ自分誰かのターンにならないといけないということなのかな、多分ね。もうね、ちょっと前にね、三国志、まあ、三国志はね、エインさんやってるんですけど、ちょっと個人でね、三国志やってみたり、TPP やってみたりね、メタルギアね、もうね、がっつりやっちゃうんですよね、もうほんと。でもね、メタルギア、もうメタルギアはね、もうメタルギアは、もうやる気がちょっとだいぶそがれてきましたね、難しすぎて。すーぐスネーク死んじゃうね、もう。実は、もう、うちの子供が解いちゃったんで、もうそのデータ使うしかないんですけどね。で、やってると後半の方の、まあ、私、ちまちま自分がやってないものを一個一個やっててるんですけどね。もう、なんかね、後半のね、シナリオになるとね、えげつないの。すぐ死ぬの、ほんとね。もう、とんでもないわ。ですからね、ちょっとね、くじけそうになっちゃったんで、しばらくまたやめようかなと思ってるんですけどね。次行ってみましょう。普通に戦ったら回転は早いんでしょ、飛ぶよりね。あ、倒しちゃった。入ったら620の経験値ですね。さーて、じゃあ、うろちょろしたんで一応ね、戻りましょうか。あ、じゃあね、この辺で終わっときましょう。じゃあね、次は実際行ってみましょうね。地下でしたっけ、うん。というわけで、じゃあこの辺で終わっときたいと思います。ファイナルファンタジー、忘れてました。ファイナルファンタジー4ね、この辺で終わっときます。どうもありがとうございました。